それを考えよう。 サバイスラム、イスラエルと 接しているのは、 つまりパレスチナと 接してる部分なんですから、難民がいっぱい来てるんですよ。で、難民もあまり貧困なら暴動を起こしますね。それからヨルダンは、ヨルダンってのは本当はムハマドのその、ファミリーの血筋を引いた人たちなんですよ。今の大きな。ダンカーですね、やっぱり。それから UAE、UAEに金持ち、ドバイ、僕、ドバイ、何回ぐらい行ったのかもしれない。対岸のイランに脅威を怯える。はい、アラブ国で内部ジハードを活発化。里帰りって何かというと、ママの頃にこうやって戻ってきた。近代の無産経です。俺はうっと流行ります。 それから非常に強く、従って中国政府とは、トルコの力が新オスマン帝国、新オスマン帝国として、武装するのと、原子力の力が上がるというふうに、私は思っています。さあ、そこで、自由に行きましょう。そろそろ結論に近い。 質問の時間を5、6分取りますので、だから、ここ、今のですね、福永さん、僕の後ろにしてる、そして、あの、大臣、会談さんに、ちょっと、こういう、つながらないで、彼の質問をですね、もう一回言ってください、質問を。いや、民主主義と、神による支配っていうのが、うまく合意する。 はい、そこでうまく両立しないんですよ。<笑>で、ベザースランさんは、いや、そうだと、すごく時間はかかるけど、いつの日か、いつの日か死んでいくべきだ、それこそ、それが宗教の進化というエボリューションではないかという人なんですね。で、 なぜ、福永さんに対する答えは相当難しいですと。私はダメだなんてことを予言できない。かなり難しいです。少なくともですね、少なくとも、例えばある種の日本人、もしくはやっぱり、宗教学者、イスラム学者、日本人に聞こえて、これで理性の勝利って書いてあるんですね。理性の勝利で、なんかもうすぐ一心になれるようなこと書いてある。おいおい、この人いい人だなと思った。 こういう人は苦労しないで幸せに死ねるよね、こういう人は。そうはいかないんです。で、それは何だ、これってのがこれから、この絵も私が作ったんですけれども、試験、ここにね、脳を後で入れたんですよ。紙試験って書いてあるね。 神試験って、そう、違う試験じゃない。神試験はね、神の試験はこっちは、こっち。これなんだ。これも言われてるけど、神の試験。これはね、これは否定できないんですよ。これ否定したらイスラムにはなっちゃうんです。だって、ノーグッド、バッド、ゴッドって言ったでしょ、ムハマドは神の使者だ。じゃあ、人々は何かというと、神の仕事の中にいる人は。 人民試験じゃないんですよ。それは否定できないんですよ、これ。で、これをね、まあまあまあ、ちょっと半分に割りましょうよ。これは割れない。これ割ったらもう、イスラム教でなくなるんです。これはできない。で、どういうことが進んだというかというと、神の試験が神様に託されて、ウンマ共同体っていうのは、さっき申し上げたような、ムハマドの最初の理想の共同体。 これは理想の姿なんですね。で、その頃は国家的だったから、よかった。でも、だんだん複雑になった。国家。で、この、ウンマの共同体の執行権を持ってた。で、今度は近代、だんだん近代化してきたと。王様とは大統領とかスルタンとか、いろいろ出てきた。それで国家というものを執行者として委任してんだと、こういう考え方なんですよ。だから、海外にはね、神が一番の上位があるんです。これだって。で、一番下に国民がいる。人民と言って。
小生徒じゃないから関係ない。まあ自分でこれじゃ信者なんです。じゃあこの人たちは全部こっちの上の上位下脱で、ね、全く、それでハーって言ってだけ。それだったらね、イスラムじゃないんです。この人たちは個人個人が全部ここにつながってる、こういうことなんです。いいですね。だから神につながってるから時々ここの執行者に対して反乱運動が起こるわけです。どういうふうになってるんですか。しかしもう一回見せて、この反動は切れないんです。でその中でね、でどうやって民主化するのか。で民主化の条件はですね、こう言ってるんですよ、アスランさんは2つ言ってるんです。一つは政教分離はだからできないんです。だけどね、現実に即して弾力的に考えて少しずつ世俗化しましょう。ガチガチにこれを考えて頭を叩きすんだと、もうそろ柔軟にいきましょうよと。で英語ではですね、説明を聞いた英語のがいいんですよね。政教分離主義とはセキュラーリズムって言うんですよ。セキュラーっていうのは分けるってことだ。それを分けてしまう、いや真っ向から分けてしまうと言わないで、全部なし崩しに世俗化しましょうって言うと、それセキュリタイゼーションって言うんですよ、ね、英語で言えば一発は分かっちゃうけど、アメリカ人とは英語人だったら、あ、それは分かった。ところが、その英語言ったとき分かんないよね。だから一生懸命日本語に行って、なし崩しにできるところは現実に即して世俗化しましょう。つまりは神様って言ったら動きは取れなくなるでしょ、というセキュリタイゼーション。それから人々に対する寛容の精神が大事だ。もう一つは多元主義。いろんな解釈がありますよね。いろんな解釈があるけども、あんまり俺の解釈だけ正しいんだっていうのはやめましょうよと。いろんな解釈を認め合いましょうと。それね、多元主義って言うんです。あの複数でプルーラリズムって言うんです。これをやりましょうというのがレザー・アスランさんのイスラム宗教改革論の根本なのであります。で、これで福ちゃんの、木村さんがおっしゃった答えの半分は答えになる。だけども、でもそんなこといつできるの。そうなんだ。で、さてそこでですね、ヨーロッパのですね、キリスト教の神学は、神の学問は、すでにこうなってるんですよ。昔そうじゃなかったんですね。あ、昔はそうだった。中世でそうでなくなったんです。で、またこれになった。で、今はどうかというと、ですか、主権は、主権在任だからね。主権在任。僕らはね、アメリカに戦争があったし、戦争があるときに小学校でいいんだったんですけど、人は6年生の、やっぱり主権在任なんだよ、これ。それは天皇陛下というその神様がいた。神様がこの国を支配する。この国を代表する国の主権者って言うんですけど、神様は天皇陛下じゃないんだよ、国民に主権があるんだということから教わったんだから、民主主義の話なんていう。副読本があってさ、あ、そうなんだへーなんて、もう天皇陛下神様と思ったことないけどなってさ、で、それは何かというとキリスト教の考え方なんですよ。で、今はもう近代はみんな国民主権になってるんです。だけど神の主権は絶対不全でないときは国民主権にならない。いくら頑張ってもならない。これもう一回言うと、これ2つに印象なんかできないんですよ。だからこっちなんで、そうするとこれは楽なんです。そうすると、ここ説明するとさ、神の領域、心の中。で、もともとですね、キリストはこういう、キリスト教はこういうのなんですよ。シーザーのものはシーザーに返せ、神のものは神に返せ。マタイ伝22章って言ったの。あ、ほんと。まだ宗教社会の教えだから、一応聖書の教えなんですよ。そうなるね。これ、どういう意味が言うのかな、こういうことなんですよ。これはね、ヨーロッパの近代にとって教育学級だったんだけれども、先ほど申し上げましたようにキリスト教というのは
キリスト教というのはですね、ユダヤ教の異端子なんですね。そこでですね、当時、ユダヤがですね、ローマ帝国の植民地だったんですね。でそこでですね、お坊さんたち、ユダヤ教のお坊さんたちがですね、キリストをとっ捕まえて、こいつに何とかしてですね、ユダヤに反抗するということを言わせようと。そうすればですね、資金できた。で、そのユダヤから来た総督がですね、レンダは俺が救世主だとか何とか言ったら、その提案するのは何とお前らの宗教の話だとか、こっちはちゃんとこちらの言うことを聞いて、税金さえ払ってくれればいいんだよ。というのは、そのローマ帝国の当時のユダヤの治安の根本原則でした。罪人じゃないんで、罪人じゃないんですよ、ユダヤの総督からですね。そこでトリッキークエスチョンを作ってね。おい、ここにシーザーのコインがこれ誰のものだって聞いたら、いや、シーザーのものはシーザーに返せ、で神のものは神のものに神に返せって言ったんですよ。それだから奇麗なんだよな、言いそうなんかしちゃった。そこからもうそもそも弁義的に彼はマタイ伝22章によれば、この時すでに神の領域と政治の領域を分けちゃう。政治の領域で戦うとですね、ユダヤの弾圧にあって、引き止まりもらえないんですよ、キリスト教は。というふうに、キリストが言ったということをマタイが書いてるんだけど、多分これパウロが後で作った神学だと思う。で、そこでパウロはですね、この、キリスト教をトルコ経由、ギリシャ経由、ローマに行って広めるということで、これを使ったんです。そうすると異性、それでも異性者にやられましたけど、いきなりこっちで行ったらもうアウトで半分に割っちゃった。それがあった。でも中世だって10世紀にですね、神聖ローマ帝国ができたときですね、キリスト教とですね、それからそのブランクの王様と権威で権力と権威とがっちり結びついちゃう。そしてこれ戻っちゃったんですよ、これっぽい。でそれを戻ったのをですね、直すにはどれだけ時間がかかりましたか。10世紀なんですよ、神聖ローマ帝国。そしてその後どうですか、宗教改革がカトリックとプロテスタントが30年も続いて、その後ウェストファリア条約というのができた。それはそこによって国民国家が出来上がったんですが、要するに領主たち、帝国じゃなくて、それから教会で領主たちがどっちの宗教を選んだか、そこのところはない。